久保さん、おはようございます。まあ、今回、Facebook ライブみんなやらなくなるにしましょうか。<laughs> Facebook ライブね <laughs>。ま、あ昔、Facebook ライブっていう機能が実装されて、まあ、あの、ライブやるとね、みんな露出するってってね、やってましたけど。まあ、すいません、今僕、Facebook やってないんで <laughs>。ま、多分やってないですよね、みんな。どうすかね。<laughs> 久保さんぐらいじゃないですかね。まあ、久保さんも今、YouTube のライブの方に切り替えてるので、あれかもしれないですけど。 Facebook やってますかね、ライブ。まあ、投稿はしてると思うんですけど。結局、その、なんだろうな。あの、媒体がいろいろ出てくるので、まあ、その媒体にシフトするっていうことも、えー、大事だし、続けるっていうことも大事だし、シフトしなくてもいいっていうところも大事だし、まあ、結局全部大事であって、なんだろうな。うん、何かをやっていないと、結局稼げないってことですね。まあ、例えば、就職でも、 まあ、そこの会社を辞めたとしても、他に転職して、そこの違う会社で働かなかったら給料ないじゃないですか。もしくは、就職して給料をもらうっていう形ではなく、違う自分で稼ぐっていうことをやらなければお金稼げないですよね。だから、どこ行ったとしてもやらないといけないですよ。エフックスやってみようと思っても、やらないと稼げないし、しっかり勉強してね、やらないと。まあ、あ先輩やるにしても何するにしても。だから、その、 僕の熟成さんで、昨日か一昨日報告いただきましたけど、カメラ転売でね、あの、10万利益上がりました、つって。まあその方は、まあ、多分2年以上も10万ずっと10万近く利益上げてるんですよ。ずっと。うん。だからまあ結局やったんですよね。でも僕はカメラ転売やってないので、10万稼げないです。利益でね。だから結局まあどの道行ったとしても、 あのー、やめたとしてもやらないといけないし、うん、続けるっていうことが大事なんじゃないかなと思いますね、うんまあき。その道を極めるってことですね。だから僕もブログは10年続けてみようと思ってますし、10年続けた人しかわからないその未来、その先っていうのが、僕しかわからないアナリティクスっていうのは見れるので、だから今から楽しみですね。うん、だからなんだろうな、自分がいいなと思うものを極めればいいんじゃないですかね。 とにかくその道のプロになるっていう。うん、なんかブログはオワコンだとかありますけど、ブ,ラブログオワコンだったらネット上からブログ一個もないですよね。オワコンじゃなくて、おもオワコンと思ってる人がオワコンなんじゃないかなと思うんですよね。だからその、確かにですよ。確かに昔ミクシーで稼ぐ方法っていうのがあったんですけども、確かに、なんだ、ミクシーは昔のトレンドに比べると、今、 ユーザーザ数かなり減ってると思います。今、m i x i のユーザー数どれぐらいな当時、なんかマックの時に1000万人以上いたと思うんですよ。でも今、今、m i x i 利用者、多分 m i x i の利用者、うん、あーん、2000、あ、えー、っと,19うんと、19年3月の月間平均利用者は106万人だったらしいですね。 2018年10月から2019年3月の月間平均利用者は約106万人人気絶頂のインスタは約2000万人と。うん。で、2019年のこれ記事ですけども、あのー、なんだ、まだ、なんだ、利用してる人がいるらしいですね。普通に。うん。でも、まあ、100, 100万人ぐらい利用してるわけじゃないですか。だから確かにそのトレンドは落ちたけれども、 マックスの時よりかトレンド落ちたけど、100万人いてるんですよ、利用者。まあ、もうちょっと下がったかもしれないですけどね。90万人になってるかわかんないですけど、ただそれぐらいの層はいるっていうことなので、稼げないことはないと思います。結局。うーん。だからなんだろうな。その、ある一定の数がいる、そこにいるんであるならば、少なくてもね、あの、100万円を稼ぐのに100万人の数いらないですからね。コンテンツビジネスやっていくんだったら。僕なんかは、 ラインアット、まあ凍結されましたけど、500人ぐらいでやってましたから。で、百ミクシン100万人利用して終わるわけですよね。データによると。じゃあ100万人の中の500人って超パイ少なくないですか。だからこれでビジネスできるわけですから、だから、その、もちろんね、3人しかいませんとか、1人しかいませんっつったら、まあ、三マックス売れる数が3人じゃないですか。 まあそれだとちょっと難しいかもしれないですよね。ただ100万円の商品を3人によれば300万です。ただし永続的に稼ぎ続けるんだったら、じゃあ毎月そのお客さんが100万円の商品買ってくれるのかっていうとそれは微妙ですよね。だからある一定の本当にある一定の数は必要ですけども、それ以上はいらないっていうとこですね。うん。だからまあ、なんだろうな。うーん。まあ結局、 続けて極めればいいんじゃないかな。ある一定のパイがあるところで極めれば。まあ今、ヤフオクミクシ、ヤフオクはメルカリに抜かれてメルカリの方がユーザー数多いと思いますけど、ヤフオクでもね、今全然稼げるわけですし、ある一定の人数がいるわけなんで。うん。だからまあ何やってもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、まあそのある一定のパイがるいるんだったら。で、僕はブログを選んだ理由は、検索エンジンが なな、うん、なくなららないと思ってるからですね検索エンジンがなくならないと思ってるし検索エンジンで調べたウェブ検索がデフォルトだと思うんですけどもウェブ検索した時にブログもしくはサイトが出てくるというこの仕組みが当、まあ、分なくならない、うん、で世の中からサイト活字情報が消えるってことも考えられないだからブログです <laughs> そう、まあ、ある一定確実に今毎分毎秒毎コンマ何秒で 全世界でいろんな単語で検索されてるだろうし、ずっとですね、これ。このニーズは絶対なくならないですね、検索されるという。考えられます多分、毎秒もう何百、分かんなり相当の数が検索されてると思いますけどね、Google で。で、そこに出てくるサイトとかブログじゃないですか。だから、こう極めたらもう本当に勝ちだなと僕は思ってますけどね。うん。だ例えば、例えばですよ、まあ、 広告単価とか超高いですけどあの FX 講座解説 FX スペース講座解説で Google のトップに表示させることができたらもうかなりもうそれで稼げますよマジでだから以前そのなんだえっと広告代理店の人が営業に来てもうお話ししたことがあるんですけどもその広告代理店は自社でサイトを運営していて昔その FX バブルの時にまあサイトを運営しててアフリーフォーシュ2000万って言ってましたね うん、アフリ報酬2000万です、うん、昔はその口座解説するだけで報酬っていう結構楽だったんで誰でも、うん、いけたわけですよまあ今はちょっとトレードしないといけないみたいなルールが入ってきたんで本当にその簡単ではねその口座解説で終わりっていうわけではないのでトレードしてましたらなんかこう入ってくるよみたいなくくりがあったりするのでまあ MXDMM とかはちょっと緩いのかな でも最近のルールとしてはそんな感じになりました昔はもう口座開設したらもうトレードしなくても23万の報酬とかねザラにあったんでうんだからまあなんだ今も、まあ、23000万とはいかないかもしれないですけどまあ,あ FX 口座開設とかでビッグキーワードで上位表示させられたらまあ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 稼げますよただ100万は余裕でしょうね多分ねうん はい、ということでいってらっしゃい。